どうもセッタです。今日はシェイクダウンをします。でまあなんだかんだ言って無事にアルテッツァ戻ってきたわけなんですけど、まあ仕様変更の内容を詳しく知りたい方はあの概要欄の URL から動画を見てみてください。まあでもここでもざっくり言いますけど、まあ、まずはスロットルを電子式のスロットルに変えました。でまあそうっすね、それでリセッティングしてもらって、まあ、初のドリフト走行ということで、はい、すごい楽しみです。はい、じゃあ早速走っていきたいと思います。
あ無事に速攻終わりました。まあどこも壊さずに、はい。で、まあ、やっぱ乗った感じアクセル1回抜いて回転落としちゃうと、なんだろう、やっぱそうですね、3000回転まで行っちゃうと、やっぱなんだろう、クラチケット馬車になんなりしないと、ダメだなっていうのもあるんですけど、まあだから今ざっくり思ったのは、ちょっとタイヤをなんか中古の変なタイヤ使ったんで、それを、まあ、もし新品の剣だとかそこら辺で変えて走ったらどうなのかなって思ったのと、あとファイナルが今 3.9 なので 4.1 にしたらもっとなんだろう、走りやすいのかなって気がします。ちょっとまあこれは今後の反省ということで、まあ、次につなげていきたいなと思います。で、あとジムカナ上で会った人何人かに言われたんですけど、あのアイドリングはもうできないんですかって言われたんですけど、ちょっとこれは僕も町田さんに相談してみたんですけど、今アイドリングもスロットル、電子スロットルで管理してるんですよ。ちょっとバタフライをと開いてアイドリングをコントロールしてるんですけど、電スロつける前は ISCV というものがあって、まあ、それでアイドリングコントロールしてたんで、まあ、ああいう音ができるって感じですかね。まあでも、なんだろう、不安定な、あれほど不安定ではないですけど、まあ、ちょっとアイドリングは、なんだろう、まあ、いじってる感あるぞっていうアイドリングはします。はい。まあ、ちょっと今日の反省を生かして次いつ走るかちょっとまだ未定ですけど、次につなげられたらなと思います。まあ、それまでにちゃんとね、もう一回町田さんと相談してみたりとか、ちょっといろんな人の話を聞いていろいろ参考にしたいなと思います。じゃあ今回はこれで以上になります。